ザールボンチ地域は1920年から1935年までの15年間、ベルサイユ条約に基づいて国際連盟が管理した地域。現在のドイツのザールラント州に相当する。人口は1933年時点で81万2千人。1935年に住民投票が実施され、ドイツ併合派が多数を占めたため、同年ドイツに復帰した。 ベルサイユ条約により、当分15年間、工業地帯のザール地域とその丹電について、国際連盟の管理下に置かれることになった。国際連盟では、この地域を管理するために、市政委員会を設け、その委員長が地域を代表した。市政委員会は5人で構成され、そのうち1人は、フランス人、1人は、地元ザール地方の非フランス人で、残る3人は、 フランスドイツ以外の国のメンバーとされた。15年間の期限の最後にザールの帰属を決定する住民投票が行われることになっていた。それまでは独自の通貨や切手を発行していた。ザールの経済と政治はフランスへの依存が強かった。フランスはベルサイユ条約によって得た丹田の権利によって炭鉱の開発を進めフランス語を使用する学校を設置した。 1923年6月からは通貨がフランス・フランに統一されている。1933年にドイツにナチス党政権が成立すると多くの反ナチス派のドイツ人がナチスの影響下から逃れるためにザールに逃げ込んだ。そしてナチス政権が続く限りザールの国際連盟管理の続行を求める活動を行った。しかし、 一般の住民はフランスに対して複雑な感情を抱いていた。1935年1月13日に住民投票が行われ、ドイツ貴族が90.73%、フランス貴族が0.4%、現状維持が8.86%であった。1935年1月17日にドイツへの復帰が国際連盟理事会によって承認され、3月1日に ドイツに復帰した。ありがとうございます。